はい、こんにちは、やすです。今日は、ね、収録日10月17日なんですけども、今日は、ね、秘宝企業業績赤点、ね、内容でお届けしたいなと思ってます。今日も、ね、最後まで見ていただいていい動画と思っていただければ、ぜひ、ね、チャンネル登録、いいねで、ね、応援していただけると嬉しいです。ですみません、ね、またちょっと、ね、4日くらいお休みしてしまったんですけども、今度はです、ね、実は家を買いまして、無事、ね、週末引っ越ししました。で、引っ越ししている最中、ね、いろいろ、ね、ごたごたすることがありまして、ようやく、ね、新しい家で、ね、パソコンとかインターネットの、ね、セットアップが完了しましたので、今日は、ね、新しい家から、ね、お送りしています。でまたね、久しぶりに再開したということでね、YouTube の方のインプレッション出にくくなってますんで、何卒ね、いいねなどでね、応援いただけると、非常に嬉しいです。で、またですね、新しい環境で配信してますので、ちょっとね、声が反響してね、聞きづらいこともあるかと思いますけどもね、ちょっとね、ご了承いただければと思います。もしね、あまりにも聞きにくかったらね、コメント欄でね、聞きにくいって言っていただければね、またなんかね、なんかいろいろ、なんか反響しないような、なんか設備とか買うのかな、わかんないですけど、何らかの対策はね、考えようと思ってるんでね、もしね、あまりにも聞きづらかったら、ね、ちょっとね、コメントいただければと思います。はい、で、今日はですね、メイントピックが一応、その企業業績なんですけども、一応ね、今日の決算、今日のね、マーケットだけの話をすると、ダウがプラス 1.8、S&P がプラス 2.6、NASA がプラス 3.4 ということになりました。まあ、今日だけで言えばね、プラス 2.3% が非常にいい、マーケットになったかなと思うんですけども、それでもですね、ここをね、1週間ぐらい見れば、まあ、下がって上がって、下がって上がって、しかもそれが 2%、3% ということなんでね、非常にね、ボラティリティの高いマーケットが続いてるかなというふうに思います。で、一応ね、先週のインフレがピークじゃないか、マーケットの底じゃないかという意見もちらほら、聞こえてきますけども、まあ、今日のメイントピックであるね、企業業績が結構悪化してるので、まあ、まだまだね、底と呼ぶには、まあ、若干ね、早いんじゃないかなというふうにね、気はしてます。はい。ただ今日で言えばね、まあ、バンクオブアメリカが一応、予想を超えたということでね、まあ、それがね、多少なりとも好感したのかなというところがあるんですけども、とはいうものの、これ、アナリストの予想を超えただけで、全体的な景況感、景気っていうか、ね、業績っていうのはね、まあ、そんな良くないですよというお話をね、ちょっとね、していければと思います。で、まず第一に、これね、いつものね、ファクトセットっていうところのね、データですね。先週の金曜日、10月の14日に出たデータなんですけども、今のところ S&P の500社のうち 7% の決算が終わりました。で、その 7% の決算のうち 69% が利益が予想を超えしました。そして 67% が売上の予想を超えましたということで、あ、なんだ、7割ね、7割近くね、売上も利益も予想を超えてんじゃん、いいじゃんというふうに思うかもしれないんですけども、一つね、注意しなきゃいけないことが2点あります。まずはですね、過去5年間のアナリストの予想平均を超えるというのは 77% ぐらいの会社が予想を超えていくっていうふうにね、なってますので、69% っていうと、まあ、結構ね、平均より低い、まあ、3割以上はね、アナリストの予想をミスってるっていうところはね、まず一つ注意すべきかと思います。で、2つ目が、実はですね、Q3 のアナリストの予想っていうのは、この3ヶ月を通じて 6%、7% ぐらいずっと下がってきたんですよね。だから、まあ、9月、10月、アナリストが、あ、ごめんなさい、7月、8月、アナリストが、いや、金利も上がったし、景況感も悪いし、ちょっとね、EPS の予想見積もり下げていこうかなということをね、まあ、いろんなアナリストがずっとやって、S&P 全体で 6% か 7% ぐらいね、EPS の予想が下がったと言われてます。なので、そもそも、アナリストの予想が下がっている、そもそも下落傾向の EPS 予想に対して、69% しか達成できてないということなので、まあ、実際はね、なんちゅうのかな、この 69% 達成したっていう見た目以上に悪くなってるっていうことはね、まず一つ事実だと思います。はい、そちらのね、チャートもちょっとね、後でお見せします。そしてですね、今のところ、終わった決算が終わった会社のね、EPS 成長っていうところで言うと、今のところ 1.6% になってます。ただし、これはまだね、銀行系が多く含まれてるので、これからね、IT 系とか含まれていきますので、もしね、このまんま、まあ、アナリストの予想をちゃんと超えていくと、Q3 は 2.8%、2.8% になるというふうにね、予想されてます。まあ、ただ、あれですね、
これから、ね、テックセクターが上がりますし、一応7割が、ね、アナリストの予想を超えているということなので、今のところであれば、ね、Q3 の EPS 成長率は、まあ、2% から 3% ぐらいに着地するのではないかなというところで、まあ、マイナス 10% とか、ね、マイナス 20% ないだけでになってないだけでは、ね、相当マシな分かなというふうに思うので、一応これでも、ね、経済利益という意味では成長はしてますので、まあ、そういったことから言うと、まあ、そんなにね、めちゃくちゃにね、悪い、めちゃくちゃ悪い、決算じゃないなということには、ね、なります。めちゃくちゃ悪い決算というと、やっぱ EPS 成長マイナス10、マイナス20となって、ね、初めて大暴落というふうになるので、結構ね、いろんな動画とか、ね、ツイッターで見ると、これから企業業績悪化してね、株価がさらに下落するということを書かれている方もいますけど、まあ、まだまだ、ね、一応ね、利益はプラスに推移しているというところはね、一応ここではまた注意すべきことかと思います。はい、まあ、そんなところかな、とりあえず気にすべきことはですね。で、で今日ね、ちょっとね、紹介したいのはこちらなんですけども、銀行が貸倒れ引当金を積み上げているという話があります。先週ですね、さまざまな銀行の決算が終わりました。シティバンクだったりとかね、バンクオブアメリカ今日ですけども、チェイスとかね、まあ、いろんなところの銀行決算が終わりました。いろんなところの銀行決算を見ていると、おおむねこんな感じの決算です。売上は、前年同期比プラスです。まあ、5% から 10% ぐらいプラス。それはなぜかっていうと、やっぱり金利が上がったので、まあ、基本的に貸し出しだったりとか、債券だったりというところで利益が取れてますよというところが、まあ、基本的に売上は上がっている。ただし、利益が減少しているというふうに、ほとんどの銀行系の決算で言われてますね。なんで利益が落ちたかっていうと、今まで以上にこの貸し倒れ損失というところを引き上げてます。貸し倒れ損失っていうのは、まあ、銀行が今ね抱えている、まあ、債券貸し出しのうち、今回は不良債権になるだろうな、今回は回収できないだろうなって思っている、まあ、金額を、ね、あらかじめ費用計上するという、ね、手法です。で、これの積み上げが多ければ多いほど、銀行は何て言うのかな、その先行きに対してネガティブな、見方を持っているというふうに、ね、捉えられます。で、例えば景気がすごく良かった2021年の、ね、Q1、Q2、Q3 なんかっていうのは、まあ、貸し倒れ引当金むしろ下げてきた、ね、むしろ貸し倒れ引当金を戻すってことでいいのかな、まあ、引き戻しっていうことをやって特別利益っていうのをね計上したと思うんですけども、今、2022年に入ってからね、まあ、前回の決算は5ビリオンで、今回の決算は大体予測値だと思うんですけども6ビリオンぐらいね貸し倒れ引当金を当てるんじゃないかというふうに言われてます。で、それが今のところ予想だと思うんですけども、これがどんどんどんと増えていって来年の、ね、Q2 には10ビリオンぐらい、ね、引き当て金を当てるのではないか、まあ、すなわちそれだけ倒産だったりとか再建できない、回収できない債権を、ね、見越しているとのことです。で、こちらが、2022年 Q3 までの、ね、実績値になると思うんですけども、この青が、まあ、貸し倒れ引き当て金の計上額だから、今2022年の Q3 はだいたい 5.5 ビリオンぐらいになってますよねということです。6ビリオンぐらいかな、だいたい6ビリオンになってるかな、これ6ビリオンぐらい。一方でこの、ちょっとこの緑色でいいのかな、緑色のラインが実際の利益なんですけども、ここは何を言いたいかというと、貸し倒れ引当金がやっぱ計上されると利益は減って、貸し倒れ引当金が計上されないと利益は増えますよということなんですけども、今回はですね、銀行各銀行貸し倒れ引当金を多く引き上げているので利益は減ってますということになります。なので、まあ、さっきね冒頭にバンクオブアメリカ予想を超えたよとか、あと先週もね、ちょっと詳しくは覚えてないですけども、銀行系ね結構ね決算アナリストの予想を超えてきたんですよね。利益も売上も超えてくるみたいなことだったんですけども、ただ内容を見ると売上は確かに伸びてるんですけれども、利益は減少気味、ちょっと減衰してる。アナリストの予想を超えたとはいうものの、昨年対比で利益が減少しているアナリストの予想を超えたので、これはたとえアナリストの予想を超えたあとでも、短期的に、ね、少し、ね、アジャストメントが入るだけで、なんとかな、この銀行が貸し倒れ引当金を上げ続ける限り、
どん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 積み上げていく限り利益っていうのは減っていくので、それはいずれね株価という意味では長期的にはねマイナスの影響になっていくふうにね考えるのが自然かと思われます。でまたですね、銀行がこうやってね貸し倒れ積み上げ金を引き上げてるってことはやはりここから先ね、あの企業業績の悪化だったりとかそういうところを見込んでるっていうところがあるので、まあ、実際のねアナリストの予想を超えた以上には中身的には非常にね悪くなってるっていうところをね認識いただければと思います。はい、まあ、その他ちょっとね、見てこのやつ飛ばして見ていきますと、なんか重要なところはあんましないと思う。まあ一応ちょっとここだけ見ておこうかな。今回ですね、まあアナリストの予想を超えるとなんかね 0.5% ぐらいね株価が上がるらしいんですけども、ミスった時の株価の上がり方が非常に下がってると。まあ、そういった、ね、特徴のある決算というところも、ね、ここで報じられています。予想を超えたら 0.5% しか上がらないのにミスったら、ね、マイナス 5.6% 下がるということもあって、まあ、若干インフレとか、ね、金利のところに、ね、影響を受けているというところはあると思いますけどもね、決算日とかにね、まあ、一応傾向としてはやっぱ、なんていうかな、だから今これ別の言い方をするとその株価を持ってその決算ガチャしてもリスクリワード的には負ける可能性の方が高いよってことですね。例えばアナリストの予想を超えても全然伸びないのに負けるとすごく下がるよってことが一応統計的には出てるとのことです。で、あとね最後ちょっとこちらをお見せしたいんですけども、まずこっちからいこうか。ですね、Q4 の EPS の予想がずっと下がってきてます。やはりですね、金利が上がっている。まあ、特にここはジャクソンホール付近だったと思うんですけども、ここはどうなってるかな。まあ、ジャクソンホール付近ですよね。ジャクソンホールがこの辺で、この辺が CPI か。まあ、ジャクソンホール CPI、FOMC あたりで、やはり一段カクンと下がってるのは、やっぱ今後ね、金利だったりっていうところで、景況感が悪くなるというところをやっぱ反映してるというところもあるし、まあ、金利がずるずると上がっていってるので、EPS の予想見通しもずっと下がっていってますよということで、これが出てるとね、非常に危険なサインではあります。もう一方、こちらですね、2022年のね、EPS 成長予想と2023年の EPS 成長予想もずるずるずると下がってますので、こちらがねやはり横ばい、そして上昇しない限りは EPS 観点からね株価というところは非常に難しいだろうと思うので、まあ結構今下がっている最中なので、下がっている最中ということはねなかなか株価の上昇というところはね難しいものになっていくんじゃないかなというふうにね基本的には考えられます。はい、っていうのがね、EPS の観点からの話になります。ただまだまだプラス成長が続くという一応予想にはなってますので、今現時点で言うならばリーマンショックだとか、IT バブル崩壊とかのねのような、まあ、悲惨な暴落っていうところは一応今のところはね来ないだろうというふうにね考えるのが一応自然かなと思います。これはね今後アナリストの予想がどのくらい下がっていくかによってね判断が分かれるところになると思います。今現時点ではそういったねヒステリックな暴落っていうところはね来ないんじゃなかろうかっていうね感じに見えます。はい、まあ PR も今15付近ですか、もうだいぶ下がってきましたね。うん、もうあと下がってもせいぜい下がっても13、13まで下がるっていう時はねかなりヒステリックな景気見通しが悪化っていうところが必要なので、まあ、今後ねそこに入っていくのか入っていかないのかっていうところがね、まあ、非常に、まあ、注目になります。まあ、ちょっとねその辺の話は最後にまたしていこうかなと思います。で引き続きね今週決算シーズンが続いていきますと、明日ですねプレマーケットでゴールドマンサックス、ジョンソン・ジョンソンとかが入ってきますね。でなんといってもアフターでねネットフリックス、IT 関連ね一番手はネットフリックスですね。その後ユナイテッドエアラインとか入ってきますね。そして水曜日には何といってもまず ASML、半導機器ね、製造、半導機器、半導体を製造する機器のね、大手の ASML、そして P&G とか、あとテスラですね、何といってもテスラが入ってきますというところですね。という感じになってます。はい。で、ただし、ここからちょっとね、難しいのがですね、じゃあ、景気が悪い。分かった。じゃあ、これからね、株価っていうのは EPS かける、まあ、フォワードした EPS ですよね。その12ヶ月後の EPS 予想に基づいて動いているので、12ヶ月後の EPS が下がっている。まあ、例えば12ヶ月の EPS が 5% 下がるというんだったら株価 5% 下がります、普通に。EPS かける PR っていう中で EPS が下がっていくのであれば、当然株価は下がるよねっていう解釈にはなるんですけども、
ただ、ここでシナリオが2つあります。今くらいの EPS 成長率の減速、だからまあかろうじてプラスは維持するんだけども、ちょっとずつちょっとずつ下がっていくよっていうストーリーの場合は、金利が下がれば株価は上がっていくはずです、基本的にはね、うん、そんくらいの程度であれば、それはね2018年だったりとか、あのその辺のね、あのあとその他のね、あの小幅なね、あの下落とかを見ていけば、その EPS がちょっとね、あの減少したくらいでは、あの金利がね大きく下がれば、基本的にはあの株価というところ上がっていくはずなんですけども、2つ目のストーリーが、まあ、金利がこのまま 4% を維持するということになれば、 EPS の成長率ね、今ね、1クォーターぐらいね 6% か 7% ぐらい下がってると思うんですけども、まあずる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 とね、あの株価というところは、頭上を押さえつけられた状態でずるずるずる下がっていく状態になります、うん。で、一方でその一番最悪なパターンが、この金利 4% のまま EPS 成長予想がマイナス 10% とかマイナス 20% とか大幅に暴落するような、なんちゅうかな、金融危機だったりとか、こういうクライシスが起きるケースがやっぱり一番気になりますよね、うん。だからまあさっき2つって言ったんですけども、このままね、一番いいストーリーは EPS はずるずるずる下がるんだけども、金利もねずるずるずる下がっていくパターンは、まあ、あの皆さんが期待しているような年末ラリーっていうところは期待できるのかなと思うんですけども、逆に金利が下がらずに EPS だけがずるずる落ちていく、もしくは EPS が大きく下落するっていうことがある場合は、さらにね下を掘っていくっていう展開になるだろうというふうに思うので、もちろん EPS は見ていくってことは必要なんですけども、今現時点では EPS 成長率ね、言うてもまだプラス維持です。 2%3% ぐらいで、予想がずるずるずる下がっていくっていうところが今のところの見込みですので、まあ株価がねこのまま反転するかどうかっていうところはね、やはり金利に非常に委ねられてるなっていうところがあります。で、金利は今ね 4% で張り付いてますっていうところで、まあこれが 3.5% とか 3% にね下がるイベントがあるのであれば、たとえね EPS がちょっと下がったとしても株価上がっていきますので、まあそこがね結構難しい、まあ判断になってくるかなというふうに思います。で、それでもって確認するのは今後のスケジュールになりますね。明日はねネットフリックスがあります。そして明後日がテスラですね。これ大注目ですね。で、木曜日に、スナップとかね、中古住宅販売などがあります。そして来週の25日に Google、Microsoft、26日にメタ、新築住宅販売。そしてですね、27日は結構重要な日になるかなと思います。GAFAM のね、決算が全部終わって、かつ、GDP の Q3 発表があります。結構ね、私はここで結構動くんじゃないかなと思ってて、まあ、10月の積み立てはね、私10月27日を今のところは考えてます。はい。まあ、この日次第では買わないっていうこともあると思うんですけども、まあ、GAFAM の決算がね、無事、まあ、良くも悪くも通過して、よっぽど悪くない限りは、この時点でね、買っていくっていうことがね、まあ、一番その、不透明感というところでね、ないのかなというふうに思ってます。特にですね、この GDP っていうところ、まあ、今思えばですね、Q2 の GDP 発表があったのが、確か7月末ぐらいだったと思うんですけども、それ結構悪かったんですよね。予想下回ったんですよ。で、それを受けてね、金利が下がって株価が上がっていくっていうきっかけにはなったので、まあ、この GDPQ3 がね、やっぱ景気が強いのか弱いのかっていうところは非常に気になると思うんですけども、今のところね、企業の決算を見てる限りは強い感じはしないので、まあ、株価にとって、まあ、いい発表に なるんじゃないかなという、今ね、一応アナリストの予想でプラス 2% ぐらいだったっけな。が予想されてるんですけど、そんなにいくかなと思ってて、むしろ、ね、マイナスになるぐらいなんじゃないかなと思ってはいるので、ね、これね、ちょっと注意して見ていく必要があるかなと思います。はい。で、さらにですね、11月はね、トレンド転換しそうなイベントがいっぱいあるんですよね。11月上旬に FOMC、そして雇用統計、中間選挙、そして消費者物価指数っていうのがあるので、早くもね、11月はね、11月の上旬ぐらいにね、新たにね、エントリーポイント、まあ、積み立てるなら、10月の頭にまたエントリーポイントがあるんじゃないかなというふうにね、思ってます。まあ、なんならね、11月の2日だったりとか、10日まで待ってもね、いいかなと思うんですけども、まあ、一旦10月という意味ではね、10月27日がいいかなと思ってます。11月という意味であれば、FOMC の後、もしね、ちょっと金利に対するコメントが出たりとかすればね、もう2日に入れていくタイミングになりますし、まだまだ FOMC がね、態度を崩さないのであれば、雇用統計、中間選挙、そして消費者物価指数というところがね、起点になるかと思うんですけども、今のところですよ、今のところ。雇用統計はちょっとまだ強い状況が続くんですけども、中間選挙はどうやらね、共和党がまあ、下院取りそうだっていうふうなね、見込みになってますので、議会がね、ねじれるっていうことなのでね、まあ、基本的にはポジティブに、プラスに働くかなと思ってます。
で消費者物価指数ですけども、おそらくね、コア CPI というところはね、ピークアウトをし始めているっていうふうに、マーケットは予測してますし、私もそう考えているので、これね、消費者物価指数の予測値が出てから考えようかなと思うんですけど、おそらくね、ここはね、徐々にピークアウトする数字が出てくるかなと思うので、11月上旬の、この FOMC から消費者物価指数だったりとか、12月上旬の、ね、消費者物価指数 FOMC でね、金利というところではね、一段ね、大きく動くイベントがあるかもしれないので、ここが難しいんですよね。Q3 の決算ちょっと悪いかもしれないけども、金利が下がっていくイベントがあるかもしれないというところで、イベント一つ一つ追ってね、積み立てるにしてもね、タイミングよくね、積み立てていけたらいいんじゃないかなというふうにね、考えてます。はい。最後にね、ちょっとね、私のちょっと宣伝なんですけども、マイホーム買いましたっていうところで、今年の頭からね、ずっとマイホーム買いますっていう話をしてたんですけども、ついにね、10月の上旬に買いました。それでね、なんつうか別にこれ、このノート無料なんですけども、なんか、アメリカでマイホーム買う人ってそんな多くないと思うので、ちょっとね、長期投資としてのね、マイホームの視点っていうところでね、ちょっとね、一つノートを書いてみましたので、こちらのノートね、動画詳細欄からあるんでね、もしね、興味ある方はね、ぜひね、読んでいただければと思います。これもまたちょっとね、ゆるくね、どっかでね、ライブとかできればいいかなと思ってます。はい、というわけでね、引き続きね、サポートいただけたら嬉しいです。ね、今日ここまで見ていただくださった方で、まだね、いいね押してない方はね、ぜひね、いいねを押してね、言っていただけると嬉しい。やっぱりね、いいねがね、1000とか超えるとね、インプレッション数の伸びてね、私もね、非常に再生数伸びて、チャンネル登録者数伸びてね、非常にね、嬉しいので、ね、ぜひね、いいねで、押していただけたら嬉しいですし、チャンネル登録ね、まだ済んでない方は、ね、ぜひね、チャンネル登録していただければと思います。で、あとね、またスーパーサンクスね、毎回の動画でね、何人かの方にいただいてますけどね、こちらもね、非常にね、嬉しく思います。スーパーサンクスね、よかったよと思っていただければ、ぜひね、送っていただけたら嬉しい。ではね、今日もね、こんな感じになりましたということでね、またね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。